さあ今日はいよいよミュージアムパスを使っていろんなところを見て回りたいと思います。行ってきます。ミュージアムパスは e チケットのタイプにもなってるようなんですけれども、一覧がもらえた方が嬉しいかなと思って紙のものを買いました。で、従来のパスはプラスチックカードが1枚というような形だったと思うんですけれども、実際手に取ってみるとなんとこういう形で、まあ、パンフレット状の一覧、施設一覧が載っているので非常に便利だなというふうに思います。そしてですね、裏側にバーコードが表示されていて、これで24時間とか96時間とか時間の管理をしているようです。記名が必要だというようなのをどこかで見たんですけれども、名前を書く欄は現時点でのものにはないようですね。一応防犯カメラもあるんじゃな。コンコルド駅の6番出口出てすぐのところにあります、オテルドゥラマリーン。2021年の6月開業で、元海軍さんの施設だったところが今は公開されているという形のようです。 Excuse me, hello. これ、エントリー The entrance will be here in 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes. It's at 10:30.中庭のエリアもすごい綺麗です。その時計のところから入るらしいです。バンジュー。ああ、そうやって読んでくれるんじゃ。The sound. English, Spanish, Italian, Chinois, Japanese. No, 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 no headphone. No? No. Alors, no.おお、すごいね。ベッドの高さが高くて、私だったら転げ落ちそう。これ、座らないでねっていう意味ですかね。かわいいですね、お花。こっちもすんかな、こっちは引くんか。おー、すごい。エントランスに戻ってきました。ちなみにミュージアムパスをそこで提示したんですけれども、ヘッドホンがどうも無料なんじゃないかと思うんですよね。有料だと思って借りなかったんですけど、結構いい内容みたいなので、無料だったら一層のこと借りた方がいいかなと思います。ホテルズラマリーヌ素晴らしかったですね。来てよかった。ミュージアムパスで来れるのめっちゃいいですね。落ち着いて見られたし最高でした。小腹が空いた時用にポアラーヌのサブレ持参しました。ちょっと食べてから凱旋門に行きます。さあ、それでは地下鉄に乗ってエトワール凱旋門上りに行きましょう。エトワール凱旋門の近くまで来ました。そう、ここがシャンゼリゼ通りです。おー、シャンゼリゼ。
凱旋門の目の前に来ました。地下の凱旋門に登るための行列だと思います。意外と早いらしいという話を聞いたので並んでみようと思います。地下をくぐってふもとまで来ました。ほぼ真下に来ました。天井部分の装飾がすごい。非常にスムーズに登ってこれました。地下で並んでいたのはチケットを買う行列。ミュージアムパスがあれば買う行列は並ばなくていいので、そのまま上がってくれば OK みたいです。息が上がり始める。目が回る。まだ？まだだいぶありそう。やばい。見えてきた。もう上がれたかもしれない。よいしょ。みんな大変そう。登ってたどり着いた場所はまだ屋上ではないみたいですね。実は伝えられた映像、これライブ映像のモニターですかね。このイラストのこの辺とかこの辺に当たるも、あた、あったものっていうことですかね。なんか置いてますよ。足がある。さあ、いよいよ屋上に向かって上がっていきます。屋上かと思いきや、ここにもワンフロア、お土産物ショップとかミニチュアとか映像とかがあるコーナーがありました。まだもう一階層上がっていくようです。おお、おお、すごい。ここに見えてるのがモンマルトルの丘、サクレクール寺院のようです。そしてこちらがシャンゼリゼ通り。すごい、まっすぐズドンという道路が気持ちいいですね。エッフェル塔もめっちゃ近くに見えます。大きい。なんかあそこに気球みたいなのが上がってますね。なんだろうあれ。でも覚悟ができてるから、降りてきました。素晴らしかった。凱旋門素晴らしかったです。放射状の道路が一望できて爽快でした。さあ、ランチはシャンゼリゼ通りのマクドナルドに行こうと思っています。こんな感じでテラスの席があるんですよね。で、どうしますか？注文できました。マックカフェのコーナーもめちゃんこ充実していて羨ましい。
量を警戒してハンバーガー2つとカプチーノ1つにしたんですが、普通のサイズでした。トータル16ユーロです。シャンゼリゼ通りでダブルチーズバーガー。アップルストアめちゃかっこいい。シャンゼリゼに、シャンゼリゼ通りにあるアップルストア。ポンピドゥセンターに向かっています。サンジャックの塔だそうです。ポンピドゥセンターに到着しました。色別に入場するみたいです。黄色や緑はグループ入場とかカンファレンス、青はチケットがない人、赤は年間パスポートを持ってる人で、私たちはミュージアムパスなのでこのオレンジから入るんだと思います。とりあえず建物の中に入ってきました。どういう順番で攻略するか考えます。ミュージアムに行くにあたってこのなんか透明のエスカレーターを登っていくみたいです。外が見えてます。あれ目玉かな。エッフェル塔が見えています。面白いです。写真を撮ったらチャットでその作品に対する理解を深めるというような仕組みがあるみたいです。写真マークをして写真を撮る。写真を撮ってチャットに送りますと。Here は3 ways というかこの3パターン、ビデオを見たりテキストを読んだり音声などでこの作品をより深めることができるということみたいです。一番上の階にテラスのカフェがあるみたいです。どうしよっかな。ラザニアとチーズかな、カスタードかな、何らかのタルト、そしてカプチーノとカフェラテです。ね、大きいんですよね。すごい大きい。これでトータルで31ユーロです。すごい、エッフェル塔に天使のはしごがかかってます。綺麗。ポンピドゥセンター4階5階の常設展が見えました。ものすごい作品数で大満足でした。お疲れ様でした。デモが行われてるみたいですね。大きいものは旅レジで連絡が来るのでデモがある場所を避けてというのができるんですけど、これは多分旅レジでお知らせ来てなかった、小ぶりなデモなのかな。帰りはバスに乗っています。本日の朝ごはんはカプレーゼソーセージスープオレンジジュース、いただきます。ナビゴイージーに最初10回券のカルネを登録してたんですけれども、そろそろ残高がなくなってきたので iPhone のスマホのアプリでチャージをしようと思います。スマホの SNCF コネクトというアプリを使ってチャージをすることができます。チケットというところを押してパリス&イッツレジオンですかね、ここを押しますと。でトップアップというところを押すと、
読み込みの準備の画面が出てきますので読み込みをしますと。で、一番上の 2-1-way チケット T プラスということで、 T プラスのチケットが2回分しかないですよという状態に今はなってます。で、上から 1,2,3 つ目ですかね、 1-way チケット T プラス 16.9 ユーロ、これが10回分の、チケット T プラスを買えるモードというかメニューなので、ここを押しますと。で、支払いは、ソニーバンクウォレットを使いたいので Apple Pay ではなくて、クレジットカードの方を選びます。あ、こうか、 Pay by Card、メールアドレスを入れて Pay by Card という方を押します。で、そうするとここでカード番号を入れるメニューが出てきますので、カード番号を入れます。で、最後にもうワンステップあるので気をつけてください。スタートローディングというところを押して反映されるという形になるようです。で、これでチャージが完了しました。ちなみに、トップアップアナザーナビゴパスとあるように、この私のスマートフォンを使って、先ほど自分のナビゴイージーにもチャージができましたし、これ今チャージしているのは夫のナビゴイージーです。別のナビゴイージーカードを使って、別のナビゴイージーカードに一つのスマートフォンでチャージをするということはできます。ただそのカードにそれぞれにメールアドレス別々のものを紐付けないといけないのかもしれません。バックトゥーホームに戻って、確かに12枚のワンウェイチケット T プラスになっているということが確認できます。これでチャージが完了です。ミュージアムパス2日目行ってきます。今日は何個回れるかな？到着しました。パリ工芸美術館です。もうすでに結構人が並んでらっしゃる気がします。並んでるというわけでもなさそうなので、ズンズン入ってみようと思います。パリ工芸博物館すごかったです。もうなんか本当はミュージアムパスって短くサクサクたくさん行く方がお得なのかもしれないんですけど、一個一個全部じっくり見たくって、どのぐらい2時間ぐらい滞在しました。たくさん回れるかな。さあ本日もサブレ持ってくる作戦です。小腹を満たして次に行こうと思います。さあ本日2つ目ユダヤ歴史美術館に到着しました。入ってみましょう。パリでは毎年バケットコンクールが行われるそうなんですけれども、そこのマークですね、あのマークがついているところがコンクールの受賞店みたいなんですよね。なのでここのお店は2015年に優勝したとこ、バケットで優勝したところだと思うので買ってこようと思います。買ってきたパンです。これ全部で 10.7 ユーロ。基本的にサイズが大きいんですよね。このサイズ感でこのサンドが6ユーロで、パンオショコラが 1.4、 アマンダが2ユーロで、この長いバケットが 1.3 ユーロということで、サイズを考えるとね、なんかこれぐらいかなとも思うんですよね。いただきます。さあご飯を食べて一休みしたので午後も頑張って行ってきます。猫さん、あ、でもこれ餌くれると思ったんだな、違うかな、大丈夫かな、
パリ装飾美術館に到着しました。楽しみ。すごかったです。もうなんか可愛いお部屋がいっぱい紹介されていてワクワクしました。さあ今日はカフェで朝ごはんをしようと思います。なんか今日ちょっと寒いですね。ここのカフェブランですかね、というところに行ってみたいんですよね。こちらカフェブランさんで食事をいただこうと思います。朝ごはん8ユーロっていうことなんだと思うんですよね。普通のメニューがこっちかな。で、朝のメニューがこんな感じ。なんと朝7時からやってるんですね。早い。こっちにもメニュー表があります。これは夜とかのメニューかな。アペタイザーとか飲み物とかのラインナップですね。このクラシックというのが気になっているので翻訳してみます。お好みのドリンクプラスクロワッサン、チョコレートパン、バタージャムトースト、あーそれもいいな、プラスオレンジ、アップル、キャロットジュース、3つのセットみたいですね。私はパンをショコラに、飲み物もショコラ、そしてキャロットジュース。これで8ユーロ、ありがたい。夫はクロワッサンにオレンジジュースにカフェラテ、こっちもこれで8ユーロ、ありがたい。カフェブランさんめっちゃ美味しかったです。美味しいしリーズナブルで最高でした。これはちょっとリピートするかも。さあシテ島が見えてきました。パリ発祥の地と呼ばれているシテ島だそうです。シテ島に渡る橋はポンヌフという橋で、新しい橋という意味なんですが、今やもう最古なのかな、すごい古い橋になってるというような話をどこかで聞きました。ポンヌフの端っこに来ました。そして後ろを振り返るとルイ・ヴィトンと草間彌生さんのコラボのディスプレイみたいですね。草間彌生さんが建物に水玉を描いてるみたいなレイアウトで展示されています。かわいい。なんか古い橋ということですけど綺麗ですよね。なんかメンテナンスとか修繕とかされてるのかもしれませんよね。アンリ4世の騎馬像だそうです。サントシャペル教会到着しました。この後隣の建物のコンシェルジェリーかなにも行きたいなと思ってるんですが、スムーズに入れるかな。予約はしてきていますが結構混んでますね。持ち物検査を通り過ぎてきました。はあ、いよいよ入りますよ。ここも十分綺麗に使うの。お土産屋さんは1階にあります。カードはビザだけじゃなくてアメックスとかも使えそうですね。おお。縦一列という形で聖書の物語が描かれているということだそうです。
前方から見るステンドグラスもすごいですね。後方にまた丸い大きなステンドグラスがあります。綺麗。いやー、ステンドグラス美しくて素敵でした。なんかメンテナンスをされているようですね。パレードジュスティスです。この建物の向かって左側にサントシャフェル教会、右側に多分コンシェルジェリーがあるんだと思います。パレードジュスティスを出てきてすぐ右側のコンシェルジェリーに来ました。こちらは人は並んでないですね。タブレットがあって当時の様子を感じさせるようなコンテンツがあるみたいです。ここは3人の王の祝宴ということで食事をとってるみたいですね。さっき見てたタブレットは紐でつながれていましたが、実は各一人にフリーの形で無料でタブレット借りられるみたいですね。こっちを読むと1378、一般厨房。こうやって触ると中のメニューが何だったのか、甘いタルト、サーモンの背肉。アネットの独房から出てきた中庭の景色がこんな感じです。コンシェルジェリー、すごく見応えがありました。マリー・アントワネットが投獄された場所という、こう切ないイメージしかなかったんですけれども、もともと宮殿でもあったそうなので、なんか華やかな部分とかで、実際マリー・アントワネットが投獄されてた時の独房とかも見られて、いろいろと勉強になりました。朝寒かったですけど暖かくなってきました。じゃあ天気がいいのでこのお店のテラス席に行ってみようかな。ヒューガルデン 250ml っていうことかな。カプレーゼにバーガーを頼みました。パンはどっちについてるんでしょうね。カプレーゼかな。天気もいいしご飯も美味しいし最高でした。ちょっとね、こう普通のご飯を食べようと思うと物価高気になるんですけど、量が多いのでメイン一つとサイド一つを2人でシェアするとかすると、結構普通の範囲内の食事になるんじゃないかなというふうに思っています。ごちそうさまでした。オルセイ美術館の年間パスポートの写真が必要 で、ルーブルの友の会の写真をコピーでもいいというようなことを窓口で言われたのでコピーを取ってきました。ちょっとコンビニがないんですけれども、意外とこういうコピーをしてくれるショップのようなものがあります。キンコースとかそういうものみたいなもんだと思うんですけれども、でここに窓口の方にお願いしてコピーを取っていただきました。80セントでした。パンテオンに到着しました。ミュージアムパスで見てきます。いやー、真下まで来ると本当にすごい、ド迫力ですね。
人 3.5 ユーロを追加で払って展望台に上がろうとしています。展望台のチケット一旦退場しないと買えないんですけど、ミュージアムパスは一旦退場すると入れなくなるので、係の人に声をかけてから一旦出て1人 3.5 ユーロで追加で息が切れてきた展望フロアに上がることになります。息が上がる。凱旋門よりマシじゃない？ああ。まだあるよ。嘘。あ、本当だ。じゃここで一回。うわ、すごいじゃん。ここでもすごい綺麗ですが、まださらに上に行けるようです。階段の途中でだいぶ怖いですが、景色は絶景。おお、お、一番上に上がってきました。いやー、絶景かな、絶景かな。修復中のノートルダム大聖堂ですね。いやー、早く完成するといいですね。パンテオンすごかったです。もう何もかも大きくて大変でした。あとプラス 3.5 ユーロ払ってパノラマ展望台登るの結構いいのでおすすめです。本日の買ったもの紹介です。これでトータル 4.85 ユーロです。クロワッサンとパンオショコラはどちらも 0.85 ユーロ。そして、クリネックスですね。ティッシュが 1.75。で、小さなチーズですね。が 1.4 ユーロでした。鶏肉の赤ワイン煮込みとスープとバゲットと炭酸水。今日はこの美味しい美味しいチーズも、チーズじゃないわ、バターも食べれるかな。いただきます。昨日は3万歩近く歩いたのでさすがにどうかと思いましたが、この八方10倍のバブのメディキュアのおかげでなんか大丈夫な感じです。すごいな、バブメディキュア。本日の朝ごはんはクロワッサン、チーズ、オレンジジュース、食べれたらヨーグルト。めっちゃパリっぽい。ミュージアムパス5日目です。私たちが買ったミュージアムパスは4日券なんですけど、96時間有効なので5日目の今日の朝一も使えるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと確認も兼ねて行ってきます。ノートルダム大聖堂です。クリュニュー美術館、
到着しました。美術館のカフェ、絵がいっぱい飾ってあります。ご飯とドリンクのセットメニューのようですね。これ2人分で 19.8 ユーロです。多分デザートをつけたセットにもできそうです。店内も素敵でしたが、外のテラス席にしてみようと思います。カフェのテラス席、実はここも展示だったみたいですね。クリニュー美術館めっちゃ良かったです。2022年の春に再オープンしたということだったんですけれども、非常に整った環境で落ち着いて中世の美術に触れられて楽しかったです。カフェもね、お値打ちのセットがあってめちゃめちゃ堪能しました。ありがとうございました。修復中のノートルダム大聖堂です。パリ市庁舎です。五輪のモニュメントとパラリンピックのスリーアギトスが飾られています。パリ市庁舎にはパリ市のオフィシャルショップがあるらしくて、多分入り口ここだと思うので入ってみようと思います。中の様子はこんな感じです。静かで見やすいですね。このリュック、ジッパーを閉じた留め具が後ろにボタンをつけるようになっていて、かなり防犯に強そう。アウサヨオリジナル、ハンドクリームのセットも可愛い。オイルとかマニキュアとかもあります。どうやら観光案内所ということみたいですね。日本語のパンフレットも置いてありました。先ほどの観光案内所で見つけたカバン屋さんのメーカーが気になったので、今日もちょっと近くにあるようなので立ち寄ってみようと思います。ただいま金曜日の14時、午後2時なんですけど、なんかね、金曜日みんな楽しそうなんですよね。明るいしね、最高ですよね。ここですね、ちょっと読み方は分かりませんが、このカバン屋さんが気になります。本日の買い出しはこんな感じ。トータルで14ユーロでした。目新しいものとしては、調理がされたグリルのチキンが 4.9 ユーロで、6個入りのベビーチーズが 3.2 ユーロ、ハムがこのサイズ感で 2.95 ユーロでした。さあ、今日は15ユーロ弱で買ったシャンパンをスーパーでこう売ってる 4.9 ユーロぐらい、2つ合わせて 4.9 ユーロぐらいの出来上がったチキンと一緒にいただきます。夜10時ですか。掃除機の音が聞こえ始めました。でも外の微妙に明るい、今日の朝ごはんはバケットとチーズとハム。食べれたらこのデザートも食べます。いただきます。さあ、ミュージアムパスは使い終わったので、今日からまたルーブル友の会などを使って、年間パスポートを使って気ままに美術鑑賞したいと思います。
今日はルーブル美術館行ってきます。今日からはリシュリュー浴のまだ見てないところを見進めていこうと思います。4人の人物がいますが、4つの国を示してるんだそうです。注文は言葉がわからないことも多いので、写真を写してこれをくれみたいな形でお願いすることが結構あります。助かります。今日はラップサンドにしてみました。カフェラテと合計で 12.8 ユーロでした。ナポレオン3世の居室空間が始まります。メットのお部屋みたいです。本日モノプリで買い出ししたのはこちらです。トータルで 31.35 ユーロでした。でちょっと変わったものとしては、真ん中の黒い箱、トレオって書いてあるんですかね、ブッラータチーズが、3.99 ユーロで、玉ねぎ1キロが 1.8 ユーロで、手前にある板チョコですね、板チョコが 2.85 ユーロあたりがちょっとまあ目新しい買い物かなというふうに思います。